高島屋は今日、百貨店で初となる常設のロボット専門ショップをオープンしました。人工知能を搭載していて、友達と会話する感覚で英会話の学習ができるロボットや、初心者でも簡単に組み立ててプログラミングが学べるロボット、動物そっくりなペット型のロボットなど22種類が登場しました。高島屋によりますと、今後ロボットはスマートフォンのように普及していく可能性があるとして、年間3000万円の売り上げを目指すということです。